まず今年のゴールデンウィーク期間混雑状況、はい、予測を見ていきましょうか。はい、こちらです、はい、まず高速道路から見ていきましょう。ネクスコ中日本によりますと、下りは5月3日上り5月5日がまあ混雑するのではないかということで、特に3日伊勢湾岸道下り弥富木曽崎インターチェンジ付近最大30キロ予想、はい、で3日東名高速上り岡崎インターチェンジ付近も最大30キロ予想なんですけども、うん、東海地方でこの30キロ予想が出るのは5年ぶりということで、まあ今年は混雑しそうですね。新幹線 JR 東海によりますと、下り5月3日上りは5月2日が混雑予想で、前倒しをしまして新幹線は4月の26日からのぞみはすべて指定席ということになります。すでに3日午前名古屋発ののぞみは予約がもう難しく、でもこれ今月11日現在の情報ですので、今もっと取りにくくなってる可能性ありますね。僕キャッチ来れないです。じゃあその時は残念です。指定席どんな早めに取っていただいた方がいいかもしれないですね。で飛行機は出国4月27日帰国5月6日が第一ピークとなっております。でこの地方の観光スポットもですね、ゴールデンウィークに向けて大忙しでした。今日ゴールデンウィークを1週間後に控えた南知多ビーチランド、多くの人でにぎわうその裏で準備は着々と進んでいました。チケットなんですけど、3歳から有料になります。なので0歳から2歳の子はチケットいらないです。体験コーナーで真剣にメモを取るスタッフたち、行われていたのは新人教育です。手でやると結構見つけやすいし取りやすいので、あんまり取れてないようだったらお手伝いをしてあげてください。このゴールデンウィークは来園者が大勢来ると見込んで急ピッチで指導中。どのくらい来ると予想しているかというと、普段の土日の倍以上ですね、ご来場を予想しています。施設にとっては書き入れ時のゴールデンウィーク、しかしお客さんに不便をかけるわけにはいきません。そこで大事なのが人手。混雑時ですと一つの人で2人ぐらいつけて、なおかつ国道の方に道路の方で誘導するスタッフも必要になってきますので、例えばこの駐車場、普段の土日はスタッフ1人で担当しているのを、中の誘導にもう1人、外にも1人と3人体制に。他にもレストランやショップなどでスタッフを増員して混雑緩和を狙います。この間の14日の日曜日に10人面接があって、次の土日でまた、12名ずつですね。普段の3倍の体制を整えるべく、ギリギリまでアルバイトの採用活動中。さらに入場がスムーズになるよう事前購入できるウェブチケットをお得にしたり、ショーの回数も増やすなどするといいます。関係各所きっちり人を配置して万全な状態でお迎えしたいと思っています。去年はまだもうあと一歩というところだったので、今年こそなんとかコロナ前の水準までぜひ戻っていただけたらと思います。今年のゴールデンウィークの傾向をですね、旅行のプロに聞きました、はい、東海ジャランの柴谷千恵子編集長に聞きました、はい、今年のゴールデンウィークは近場と遠方で分散傾向らしいです。もちろんまとまった休みがあるので遠出する人もいるんですけど、コロナ禍の期間で結構リニューアルしたお店施設もあったので、一度行ったことある場所でも新発見があるかもしれないということで、もう一回行く方もいるかもしれません、はい、でそのリニューアルしたじゃあ施設、この地方ではどういったものがあるんでしょうか、はい、主にこちら2つ挙げてみますと、うん、2つとも先月ですねリニューアルしたばかりということで、鳥羽観光ホテルは素敵ですね、オーシャンビューのテラス席、ここがパワーアップしたということで、まあ、テイクアウトメニューも楽しめますし、宿泊なしでも気軽に立ち寄れるということです、うん、でもう一歩こちらが名古屋市農業センターデラファーム、もともと動物と触れ合うこともできるんですけども、例えばヤギとか羊とかカピバラ、ウサギなどより触れ合える動物も
増えましたし、うん、バーベキューするとこもね確かあるということで、うん、ぴったりですよね、うんうん、あの鳥羽観光ホテルじゃない、鳥羽国際ホテルですね。あ、まあ、でも本当にリニューアルしたところもたくさんありますので、うん、東海地方でお出かけするのもいいかもしれないですよね、うん、で行き先に悩みそうなんですけれども、こんな気になる調査もあるんです、はい、主婦向けウェブメディアの調査によりますと、ゴールデンウィークの過ごし方の予定、6位から見ていくと、国内旅行、まだ計画立てていない、実家に帰省、2位が買い物ショッピング、そして趣味の時間、さあ1位が 64%。 そうなんです、ダントツですね。何だと思います T 先生。僕当てられると思う。あれ、家でゆっくり過ごす。ゆっくり、そうでしょう。あ、そうでしょう。皆さんもそれか中日戦を見る。ああ、それもいいかもしれません、テレビ観戦ね、はい、ありそう。じゃあ答えこちらです。私大掃除だと思う。大掃除、自宅でゆっくり、はい、ぴったりそうですね。正解 64% ということで、そう、意外なんですよね。ね、で、そうですね。で、私自身もちょっと息子が初節句なので、家でちょっとイベントやろうかなって、家でゆっくりして、まあ、お仕事も頑張ろうかなというふうに思っています。はい、まあ、どちらにしても、皆さんいいゴールデンウィークをお過ごしください。はい、急にのろけられたな。